バイクは借りれなかった。あ、言っといて。うん。でもね、そう、工事してて今島さんのところの倉庫。今日か明日出来上がるらしい。だからバイク持ってくるとしたら業者も通せば今週後半してたら残念。あ、残念だったね。ちょうど。ヘルメットも手に入ったのにな。まあしょうがないじゃん。まあ6日もいたんだからそれでいいよ。まあ、レンタカーでもいいんじゃないの？うん。バイクより車がそんな安く借りれることにびっくりした。バイクは駐車するとこ結構ないからね。そうそうそう。バイクは止めるにも大変だし。駐禁されると島さんのバイクの駐禁になっちゃうからね。うん。でも車はいくらなんでも、まあ、止めれる。でね、ぶつけて自己責任、駐車場、まあ、事故ない限りは楽。なんか保険に入るんだよね、年齢が入るとき。それでぶつけても何しても3万円払えば、あと全部やってくれるの。うん、マックス3万なんだよね、自己負担。3万だって、そのくらいだよね。なんか3万払ってことあるんだよね、切っちゃって。最悪。次回は仲間集めて車借りて回るぞみんな喜ぶと思うわ。楽に移動できるよ。どんだけ買い物しても帰りは辛くないよ。あと、まあ、お金出せばね。ホテルの駐車場もちゃんとあるところにした方がいいよ。うん、まあ、それはちゃんといろいろ考えておくわ。こっちは高いからね、結構。うん、無駄な出費はしないから。小町通りってさ、結構こう商店街があって楽しいんだけど、車入れないもんね。中華街行くんだったらどっちかだな。あっちは回れないな。バスの乗り方も一人でなんとかなったし、日本人優しいでしょ。やっぱ日本語わかるから全然ダメだよ。いや、人に聞かなかったよ。全然聞かなくて、え、これでいいかなと。あの赤い鳥、八幡宮だよ。うん、やっぱ。おー、あー、そう、源の見えてきた、まあ、とにかく有名だから。この建物の向こうは結構大きく広がってる。へ、うん、車止めれる中に。左に曲がって止めるから、正面で写真撮んな。はい。夜も素敵なんだよね。蓮の花とか咲いてて、月の日とかね、すごい本当幻想的なの。左斜め後方です。おー、すごいね、やっぱ。お、あら、主役の午前。え？え、まっすぐ行っていいが。あー、あ、ここ道端に止めるのか。うん、写真撮ったわね。